エイミー・アービングはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州パロアルト出身。映画や舞台の演出家を務めるジュールズ・アービングと女優プリシュラ・ポインターの間に生まれた。父方はユダヤ系、母方はウェールズ系およびチェロキーの血筋を引いている。兄のデイビッドは脚本家、監督、姉のケイティは歌手についている。また、アービングは クリスチャンサイエンスの信仰者。10代の頃からいくつかの劇団に所属しており、サンフランシスコのアメリカンコンサーバトリーシアターの舞台にも立っている。後に、ロンドンのランダで演技を学び、17歳の時にオフブロードウェイの初舞台を踏んだ。劇場公開映画においては、フューリー、キャリーなどの作品で知られるほか、愛のイエントルでアカデミー賞とラジー賞のダブルノミネート、 デランシーストリート、恋人たちの街角で、ゴールデングローブ賞のノミネートを受けた。なお、アカデミー賞とラジー賞、同時に同一部門のノミネートを受けたのは、史上二人しかおらず、アービングともう一人は、泣かないで、のジェームズ・ココだけである。私生活では1985年に、スティーブン・スピルバーグと結婚。しばらく夫婦関係にあったが、1989年に、離婚。 その際、和解金として1億ドルを受け取った。1990年に仕事を共にした、ブルーノ・バレットと1996年に結婚、2005年に離婚した。現在は、スピルバーグとの間、バレットとの間に設けた子供が、それぞれ一人ずついる二児の母。ありがとうございます。